おはようございます。こんにちは、こんばんは。安村さん、タッキングです。えー、今日はですね、2022年後期の社会違う子供家庭福祉問13ですね。の児童館について、えー、お話をしていきます。今日も一緒に、深掘り始めていきましょう。では、どうぞ。2022年後期子供家庭福祉問13。 次のうち児童館に関する記述として適切な記述を丸不適切な記述をッとした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい A 児童館は児童福祉法第40条に規定された児童更生施設の1つで児童に健全な遊びを与えてその健康を防進しまたは情報を豊かにすることを目的とする児童福祉施設である B. 自動関数の推移を見ると、自動関は昭和40年代から50年代にかけて急激に増加したものの、その後は緩やかとなり、ここ数年はほぼ横ばいで推移していることが確認できる。C. 自動関には児童の遊びを指導するものを置かなければならない。D.2018 年10月に改正された児童関ガイドラインには、児童福祉法改正及び児童の権利に関する条約の精神に則り、子供の意見の尊重、子供の最善の利益の優先等について記されている。 E、児童館の館長は保育士、児童、指導員、社会福祉士のうち、いずれかの資格を有するものでなければならない。はい、これ一番の〇〇〇〇バプが正解です。今日もなぜかを解いていきたいと思います。今日のポイントはですね、もうズバリ、児童館とはどういったところかっていうところを理解しているかというところです。 まず、児童福祉法第40条で、児童更生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情報を豊かにすることを目的とする施設と書かれています。要は、児童館というのは、児童福祉施設の児童更生施設の一つで、屋内の遊び場になります。 児童構正の構成って、正していくっていう字じゃなくて、熱く生きるっていうところなので、正していく方の構成じゃないので気をつけてくださいね。イメージなんですが、児童遊園は屋外型の構成施設で、児童館は屋内型の構成施設っていうふうに捉えてもらえたらと思います。はい。その他に児童福祉法に規定されている児童福祉施設がありまして、 こういう第一種ですね。入児院とか母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設。第二種は助産施設とか保育所とか、この中に児童厚生施設っていうのがあります。なので、児童厚生施設っていうのは民間でも運営できる第二種事業に位置づけられています。次は児童関数の推移なんですが、厚生労働省のホームページから引っ張ってきたもので、 青い線のところですね。昭和40年代から50年代にかけて高度経済成長がもたらした子供の事故の多発とか、いわゆる鍵を持って外に出る子ですね。家に誰もいないっていう状況の子ですね。鍵っ子の増加等によって急激に増加したんですね。で、その後は上昇のカーブは緩やかになって、数年ほぼ横ばいで推移してるっていうようなイメージですね。この青い点線のところが急激に伸びていってるところを表していると思います。 なので、40年代、50年代に急激に増加して、その後、横ばいに推移しているということが、この図でわかります。令和2年の10月1日の今の児童館の設置状況を確認していきます。まず、設置状況が、全体で4398箇所あります。で、児童館とい言っても、施設の種別がありますので、まず、小型児童館、児童センター、大型児童館、 その他児童館と4種類あります。小型児童館が一番多いんですけど、次はそれぞれの児童館の種類、特徴について説明していきます。まず、小型児童館とその他児童館ですね。一番多い小型児童館は217.6平米以上で、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の育成助長を図ると、 児童健全育成に関する総合的な機能を有するものですと。ここの要件を満たさないものがその他児童館になるということです。次ですね。児童センターですね。中くらいの規模と思ってもらえたらと。小型児童館の機能に加えて運動面にした遊びができる体育館などが備えられて、児童の体力増進や身体能力の発達を促すことを目的とした児童館です。 大型児童館までは行かなくても大型児童センターっていうのがあって、中高校生世代に対しての育成支援も行っているということです。で、児童センターは336.6平米以上で、大型児童センターは500平米以上とのことです。最後ですね。大型児童館。原則として都道府県内や広域の子どもたちを対象とした活動を行っている施設で、A 型、B 型、C 型に分けられます。A 型は2000平米以上。 B 型は1500平米以上、C 型は面積規定はないということで、それぞれの特徴も書いておりますので、よかったら見てください。児童館ではどういう人が働いているかということなんですが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に従うと、大学省の児童更生施設の職員では、児童更生施設には児童の遊びを指導するものを置かなければならないと規定されています。 で、児童の遊びを指導する者っていうのはどういう人が該当するかと言いますと、保育士とか社会福祉士とか教員免許所を有する人たちなどなどなので、この3つのどれかの免許を持っていないと絶対になれないというわけではないです。2018年に児童福祉法が改正されまして、それと同時に児童課のガイドラインっていうのも改正されたので、そこも見ていきたいと思います。 まず、児童福祉法は、児童の権利に関する条約の精神にのっとって改正がされたんですが、子どもの最善の利益の優先等についてしっかり明記されたんですね。二つ目が、児童間の施設特性を新たに示して、拠点性や多機能性、地域性の三点に整理しました。で子どもの理解を深めるために発達段階に応じた留意点を示しました。 児童化の職員に対して配慮を必要とする子供への対応として、いじめや保護者の不適切な養育が疑われる場合等への適切な対応も求めました。子育て支援の実施について、乳幼児支援や中高校生世代と乳幼児の触れ合い体験の取り組みの実施内容を追加しました。大型児童館の機能や役割について新たに示しました。この6点が改正の主なポイントになります。 はい。以上で問題の方を振り返ってみていきましょう。まず A ですね。児童館は児童福祉法に規定された児童更生施設の一つで、児童に健全な遊びを与えて、その健康を防止し、または情報を豊かにすることを目的とする児童福祉施設である。これは丸でした。児童館数の推移を見ると、40年代から50年代にかけて急激に増加しましたね。 鍵っことかが増えて、需要が高まって増えて、その後は横ばいになっていることが確認できましたね。なので、丸です。児童館には児童の遊びを指導するものを置かなければならない。そうでした。合ってます。2018年ですね、10月に改正された児童福祉法によって、児童館ガイドラインも改正されたんですが、 児童の権利に関する条約の精神に則っ,って、子供の意見の尊重、子供の最善の利益の優先等について示されている。これも問題の通りです。最後、児童館の館長は保育士、児童指導員、社会福祉のうち、いずれの資格を有するものでなければならない。これは罰です。館長の特に規定はないはずです。なので、正解は〇〇〇罰の一番が正解でした。 はい。今日は、えー、児童更生施設の一つですね。児童館についてお話しさせてもらいました。えー、それ以外にも他の問題の解説動画とかも上げておりますので、えー、ぜひお勉強の参考にしてもらえたらと思います。あと、忘れ、いいねとチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。励みになります。よろしくお願いします。じゃあ、他の動画で会いましょう。バイバイ。